では転校生を紹介します。有坂聖と言います。よろしく。楽しそうだね。あ、有坂くん、肉まん食べる？いや、実は君に話があるんだ。好きになりそうだ、君のこと。野々原さん？私と大地くん、日曜日にデートしたの。え？抱き合っちゃったりもしたんだから。おい、待てよ。話して。あ、あれはだな。やっぱり本当だったんだ。おい、話を聞けよ。小林大地か、邪魔なやつだな。鉾田じゃないか。まあ入れよ。お前が来るってことは野々原の身に何か？ポコタ。ポコタ、どうしたんだ？姫子から手を引け。親父。遅いぞ。静かにしてくださいよ。今何時だと思ってるんですか。時間を気にして刑事告できるか。ポコタ、邪魔が入った。もういい、家に帰れ。何だったんだろう一体、昨日のあれは。なんかここんとこ妙なことが続かないか。何かが引っかかる、何かが。日々の。ラッキー、朝から会えるなんて今日はきっといい日だわ。あら、あ、どうしたのこの傷。いや、ちょっと猫に。まあ、ひどい猫、私の大地くんに。あ、やだ、私ったら、私の大地くんだって。やだ、恥ずかしい、私ったらもう本当に。いやいや、だったらリピートすんなよ。そうだな、日々の。何かしら。あのさ、この前の日曜日、お前なんで中央公園にいたんだ？有坂くんが言ったんだもの。あの日あそこで待ってたら大地くんとデートできるって。え？大地くんって前から有坂くんと知り合いだったんでしょ？有坂と？大地くんたらもうシャイなんだから、直接言えばいいのに。有坂くんに頼んじゃって。日々の、今度は直接言っていいのよ。有坂とどこで会ったんだ？いつ？そんなことどうでもいいじゃない。今大事なのは次のデートのことよ。今大事なのはこの前会った時のことなんだよ。わあ、大地くん、そんなにこの間のデートのこと大切な思い出にしてくれてるんだ。感激。違う違う。仲いいね、あの二人。有坂くん。小林くんと日比野さんだっけ、あの二人付き合ってんのかな。さあ、知らない。どっちだって私に関係ないもん。ふーん。あ、いや、なに。あー、ごめん、びっくりした。かわいいリボンだと思って。よく似合ってるよ。とっても素敵だ。どうも、ありがとう。仲がおよろしいですこと。二人揃ってご投稿。今そこで会ったんだ。君たちの方こそとても楽しそうにしてたじゃない。あら、私たちそんな風に見えた。私たちなんてただ。早く行かなきゃ、近くだよ。しけ。次のデートいつにしようかって話してただけなんだから。待ってよ姫ちゃん。あの二人本当にくっついちゃったみたいね。くっつくなよ、たく。思い切って行け、思い切って。次、オノ。やっぱりどう考えてもおかしい、有坂のやつ。次、ゲシ。
有坂聖、病弱で体育はいつも見学か。何だってあいつ日比野にあんなことを。それに日曜日は変なことばかり起こる日だった。妙に都合よく偶然が重なって、そう、都合が良すぎる。まるで誰かに仕組まれたように。確かにあの時有坂は公園にいた。もし全て有坂が仕組んだことだとしたら、あの犬も恋も、そして昨日のポコタだって、もしかして有坂は動物を操れる。小林、小林、あ、小林、ぼーっとしてないで、次は君だぞ、早くしなさい。あ、はい。あいつは転校してくる前から俺たちを知っていた。ということは、あいつ、まさか。有坂聖、お前は一体何者だ。一体何を企んでるんだ。外掃除ってスキーサボれるもん。そうそう。ねえ、次に好きなのは音楽室かな。ピアノ弾いて遊べるしさ。今日例の空き家に来てくれよ。ポコタも連れてさ。大事な話があるんだ。絶対だからな。あ、大事な話？うん、間違いなくセイアレイだわ。チャッピー、どうしてあの人人間界行ったのかしら。これは何かありそうなさ。さ、嫌な予感がするわ。セイアレイ、一体何をするつもりなの？何話って。ポコタ、昨日俺の家に来たことを覚えてるか？何の話？僕君んちなんて言ってないよ。やっぱり覚えてないか。何、どういうこと？これ、昨夜ポコタに飛びかかられて引っかかれた傷なんだけど。そして恐ろしい声で姫子から手を引けって。何言うのさ、僕はそんな真似しないよ。そうなんだけど、問題はそれで。ひどいよ大地、ポコタがそんなこと言うわけないじゃない。わかってるよ。だからそのことでこれから話が。いくらポコタが大地にからかわれたりしたからって、そんな仕返しみたいなことするはずないよ。そうだよそうだよ、ひどいよ大地。夢でも見たんじゃないの、机の角で擦ったとかして。でもそんな夢見るってのもひどいよ。お前ら人の話を聞け。俺が思うのは、ポコタが有坂に操られてたんじゃないかってことだ。何それ、操るなんてまさかエリカじゃあるまいし。そのまさかなのさ。有坂は魔法の国の人間なんだ。え？断言はできないけど、いろいろ推理してみると、そう考えるのが一番自然なんだ。あいつは何か目的があってお前に近づいたんだ。何よ、それじゃ有坂君が私のこと好きだって言ったのは演技だったってこと？まあそうだ。そんなことない、有坂君はいい人よ。すっごく優しい目をして言ってくれたんだから、私のことすっごくよく分かってくれてんだからね。野々原、それはお前が男に告白されて舞い上がってるからそう思えるだけなんだよ。失礼しちゃう。そういう大事こそ何よ、日比野さんと夜の公園でデートしたくせに。あれは、話そらすなよ。今朝だってイチャイチャしちゃって。話そらすなって言ってんだろ。お前それじゃやきもちだぞ。誰がよ、そんなバカなことあるわけないじゃない。飛び蹴りの次は平手打ちかよ。凶暴なやつだな、本当に。大地の前で女らしくなんてする気ないもんね。うえーだ。そうかよ、分かったよ。何が起こったって絶対助けてやんねえからな。有坂に魔法かけられたって知らねえぞ。どうぞご自由に、そんなことあるわけないけど。行こうポコタ。うん。
当にあのバカ。くそ。そうか、わかった。偵察ご苦労様、タマ。いい子だ。うまくいった。ん？カンタロウ。父上からの伝言か。3日以内に帰れって言うんだね。わかったと、返事しておいてくれ。さてと、時間はあとわずかか。私、付き合ってみようかな、有坂くんと。え？姫ちゃんさ、大地にあんなこと言われたからって意地になって付き合うのよくないよ。相手のためにも、自分のためにも。ううん、そうじゃないの。私、今まで好きな男の子のことになるとすごく臆病で、長谷倉先輩にも結局気持ちを伝えられないままだったし、自分から何にもしなかったら何にもならないんだなって、そう思ったらなんか悔しくて。姫ちゃん、有坂君をいい人って思うのは本当だし、もしかして好きになるかもしれないもん。だからもちろん私の気持ちをちゃんと言った上でだけど、付き合ってみようと思うんだ。そっか、うん、いいかもね、そういうことなら。姫子、電話だぞ。はーい。誰？同じクラスの有坂くん。え？もしもし？姫ちゃん、ごめんね、うちに電話なんかして。うん、いいのよ。どうしたの？明日の日曜日、何か予定ある？え、うん、別に。もしよかったら、風立ち遊園地に行かない？姫ちゃん、どうしたの？都合悪い？あ、うん、うん、違うの。いいの、行く。あら、お父さん、何してるの？姫子に男から電話だ。ボーイフレンドかも。姫子だって中学生だもの。ボーイフレンドの一人や二人。ん？あなたが悩むことないでしょ、あなたが。うん、明日10時にね。え、さよなら。ねえねえ、ポコタ、やっぱりなんか変じゃないかな、この格好。そんなことないよ、かわいいかわいい。デートなんだからもっと女の子っぽい服着たっていいくらいだよ。花柄のフリルのスカートとかさ。そんなの持ってないもん。似合ってるかな。あ、嫌われちゃったらどうしよう。大丈夫だってば。よし、ケーキ漬けにあれやろうよ。え？うん、いけいけ、ゴーゴーちゃん。ここはありがとうラビーにしとこ。行ってきまーす。姫ちゃんってば心配性なんだから。さてと、僕は漫画の続きでも読むかな。ポコタ、うん、眠れ眠れ。うん、ちゃった。いいよいいよ、じゃあ入ろうか。かわいいね。
その服よく似合ってるよ。そう？風が出てきたね。してないよ、それ。ありがとう。どうしてそんなに嬉しいことばかりしてくれるの？買ってきたのにな。お腹いっぱいだったのかな。見ててごらん。魔法の国の人間なんだ。まさかそんなこと。あ、危ないな。なんだあの鳩は。怪我はないかい？あの鳩、私のリボンを取ろうとした。姫ちゃんってば。ごめん。何？君にプレゼントがあるんだ。プレゼント？開けてみて。気に入ってもらえると嬉しいけど。はあ、かわいいリボン。街で見つけたんだ。すぐ君のことを思い出してさ、つけてみてよ。きっと似合うと思うんだ。うん。僕がつけてあげるよ。狙いはリボンなんだわ。リボン？そうよ、魔法のリボンよ。姫ちゃん気をつけてね。あ、ごめんね。でもこれ外すとポコタが。ポコタ？いけない、誰にも言っちゃいけないんだ。君のぬいぐるみがどうかしたの？なんでもない。喉が渇いたね。お茶でも飲みに行こう。今ぬいぐるみって、私有坂君にポコタの話なんてしたことないのに。どうしてポコタがぬいぐるみだってわかったの？なんか変。有坂君、あなた一体。私わからなくなりそう。そうだ、有坂君ごめんなさい。私用事思い出しちゃった。マフラーありがとう。じゃあさよなら。ああちょ、あそこ。みんな同じ鏡なんだからどれ使っても同じよね。よし、パラレル妹のゆめぽに。なーれ。いた。後をつけて有坂君の家に行ってみよう。きっと何かがわかるわ。よし。
あまりにも危険すぎる。お願い、引き返して。ひなちゃん、ひどい。私みたいな純真な少女を騙すなんて。有坂君の魔法で私の体が動かなくなっちゃった。絶体絶命、リボンを取られちゃう。ホコタ助けて。